ベルガー、ブランドル、アレジ、アーバインといったあたりが非常に、あっと、そして井上隆長が白い煙を上げて止まっています。井上隆長が止まっています。これは向こう側丘陵の一番高いところでしょうか。井上隆長が止まっています。長坂さん、はい、クルサードひょっとしたらタイヤの垂れが激しいのかもしれませんね。あ、そうですか。メカニックがですね、はい、メカニックが急いでタイヤ、ルーティーンよりですね、はい、サードのタイヤが用意されました。先ほどね、あと、そして井上隆を立てません。これはガードレールにヒットしたんでしょうか。先ほどちょっと足を引きずっているようなシーンが見られましたけれども、井上隆をぐったりとして、今寝かされます。慌てて救急車が今マーシャルの車に轢かれたというような情報が入りましたが、大丈夫でしょうか。井上隆長、大変なことが起きてしまいました。マシンを止めたところでありますけれども、その後降りましてマーシャルの車、今のシーンです。あと、マーシャルの車が井上隆長をヒット。大変なことが起きてしまいました。オフィシャルカーに激突というようなアクシデントも以前ありましたけれども、今回は本人自らがマーシャルカーに引かれるというような、大変なことが起きました。大丈夫でしょうか。消火器を持ってこう横切ろうとしたんですね。一旦煙を吐いたマシーンに消火器を持って歩み寄ろうとしたところ、そうですね、マーシャルカーのドライバーも止まったレーシングカーの方ばっかり見てましたから、右から来るとは思わなかったんでしょう。ちょっと心配ではあります。ぐったりとする井上隆長の姿が映し出されました。さあ、この後の情報に期待したいと思いますけれども、ベルガータイヤも用意できてます。ちょっと井上隆長の容態も気になりますけれども、ピットの方もかなり慌ただしくなってきています。河合ちゃん、17周目、はい、予定通りのピットインなんですが、ストップなら50リッターでいいわけですからね。なるほど、50リッターちょいとでもって。そして気になる井上隆長のところに救急車がようやくといった形で到着しました。なんとマシンを止めて降りて消火器を持ったところ、マーシャルカーに引かれてしまうというようなアクシデントが起きました。井上隆長、大丈夫でしょうか。マーシャルの車にはねられるという前代未聞のアクシデントに見舞われた井上隆長、体の方は大丈夫かちょっと心配です。29周目、はい、今のところちょっとピットに入ってきた情報で井上君とりあえずですね、 OK だと大丈夫じゃないかという、はい、ですから骨折とかはないんでしょうね。あ、そうですか。英語で OK と言われましたんで、ちょっと細かいことは分かんないんですが、はい、細かいところは林さんが今言ってくれているはずなんで、ちょっと待ってください、はい、そうですか。気になる井上隆長のマーシャルカーに、当たったシーンでしたけれども、そのあたりの情報も後ほど挙げてもらいたいと思います。まだ何かバタバタしています。はい、林さんどうぞ。はい、井上さんの情報なんですけれども、はい、メディカルセンターで、井上さんとも少しお話したんですが、先ほど河合さんのレポートになりましたように、骨折はありません。足の打撲だけということでですね、そうですか、異常はないんですが、一応、はい、念のためレントゲンの検査を受けるために、レース終了後ヘリコプターでブダペスト市内の病院で、病院に運ばれるということです。はい、で井上さんとも話したんですけれども、本人も話せる状況なんですね。しかしながら立てない状況ですので、はい、横になりながらお話を聞いたんですが、はい、とにかく一言ついてないねというふうにおっしゃってました。その後にですね、車がどうなったんだろう、壊れてしまったんじゃないかというふうにね、車のことをすごく心配していましたね。はい、ありがとうございます。はい、井上隆長、まあアクシデントがありましたけども、とにかく大事には至っていないような、そういった情報が伝わってまいりました。